ヘアサロンでフォーエバールークスの斉藤です。今日もよろしくお願いします。で今日は、80万から100万の、売り上げの壁で悩んでる人、そこを突破するためのお話をしたいと思います。で結構その80万、100万、多分こう売り上げのいろんな壁があると思うんですけど、まず大体やっぱこう80万でつまずくんですよね。で、運が良ければ100万まで行ったりするかもしれないですけど、基本やっぱりなんか意識しないで100まで行った人って150万までは行かなかったりするんで、大体なんかこう80万から100万をこうなんか行ったり来たりするようになっちゃうんで、で、どうやったら売り上げ上がるかなって多分皆さん考えると思うんですけど、なんかそのインスタを頑張った方がいいのか、技術を見直した方がいいのか、撮影をした方がいいのかとか多分いろいろあると思うんですけど、一番、やっぱり見直さなきゃダメなのは、意外と接客だったりするので、でその接客も、どういうことかっていうと、多分80万から100万推移してる人って3回目とか4回目とかでこうリピートしなくなってると思うんですよね、お客さんが。それってやっぱり、1回目来ました、結構良かったみたいな。で2回目来ました、そこそこ良かった、でもやっぱり3回目4回目ってこうずっと来るってなると、やっぱ何かがないと、来てくれなかったりするの でよくありがちなのが、2回3回目4回目ぐらいでなんかこう突然美容師側が距離をこう縮めすぎるというか、なんかこう友達じゃないよみたいな、お客さんは意外とそんだから普通に敬語で喋ってるのに突然タメ口が入っちゃったりとかで、4回目ぐらいまで来てくれてるからなんかちょっとこの人待たせてもいいかなとか、多分そういうマインドになってくるんですよね。でもそれってお客さんからすると、別に3回目4回目来たからってまだ完全にこっちのことをこうなんか信頼してるわけじゃないので、だからやっぱりタメ口は使わないで、距離も詰めすぎないで、1回目2回目すごい多分丁寧にしてリピートしてもらうように頑張ると思うんですけど、3回目4回目も一番最初の時にやった丁寧な感じを忘れないでやってあげないと、多分なんかもう慣れてきて雑にされたなっていうので、来なくなると思うんですよね。で、前回の動画でも話した通り、時間をかければいいってもんじゃないんですけど、一番最初にやった丁寧な感じが3回目4回目になって雑だなって感じられるっていうのは、やっぱりもう本当に売り上げの上がんない原因になるので、そこはやっぱり忘れない方がいいかなと思います。であとは、接客もそうですけど、なんかこのお店全体の雰囲気でもやっぱりあの人ってもう4回来てるからちょっとこう待たせても大丈夫かなとか、絶対そういうのあると思うんですけど、お店全体でもやっぱこの人ってまだなんかそのお店にも定着してるわけじゃないし、そのスタイリストにも定着してるわけじゃないから、まだ気をつけなきゃダメだよみたいな、まだ新規でこうなんか来てくれてる感覚で行かないと、失脚しちゃうよっていうのを、お店全体で共有するっていうのも、すごい大事かなと思います。であとは、自分スタイリストだけじゃなく、アシスタントに対してもやっぱりそのお客さんと距離を縮めすぎないみたいな、そういうのも言っておかないと、自分だけがなんかこう距離を縮めてなかったとしても、アシスタントがそこで距離を縮めすぎてたら、そこでもこうなんか、なんだろう、誤差というか、そういうのが多分生まれて、お客さんからあれって思われるん でやっぱり自然失脚するのが美容業界って一番、多いので、どうやったらこう失脚しないかをこうどん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 考えていくと、やっぱり技術もすごい大事ですけど、お客さんってその
技術に気づいてない人も結構いたりするんで、だからやっぱり接客しないところをこうなんかどんどん潰していかなきゃいけないので、やっぱりそういう接客だったり、まあ、距離の縮め方だったり、まあ、あと言葉遣いだったり、まあ、そういうのを意識していかないとダメじゃないかなと思います。で、次の動画では、公務のちょっとした使い方とかで、リピート率が変わったりする話をしていきたいと思います。今日もありがとうございました。